TBS の安住紳一郎アナウンサー、50、が10日、メインキャスターを務める朝の情報番組、ザ・タイム、月曜から金曜前後、20、に出演。創業者の小ジャニー北川氏による性加害問題をめぐり、同局の今後の対応を伝えた。同事務所が9日、公式サイトで、小ジャニー北川による性加害に関する一部報道と弊社からのお願いについて、と題した声明を発表。被害者でない可能性が高い方々が、本当の被害者の方々の証言を使って虚偽の話をされているケースが複数ある、とし、報道各社へ十分な検証を要望したことを取り上げた。続けて安住アナは、マスコミの沈黙についてですが、先日ご覧のチャンネルでは報道特集や報道1930など、番組ごと、部署ごとの検証報告が番組等でありましたが、今後 TBS としては全社としてジャニーズ事務所との関係について、関係者のヒアリング調査を行っていくことが決まりました、と報告。まとまり次第、皆様にお伝えできることになっています、とした。その後、10月10日について番組キャラクターシマエナガちゃんとの会話する場面があったが、返答に窮し、ちょっと前のニュースとの落差があってごめんなさい、コメントが。申し訳ない、と神妙な表情。すぐに気象情報へ移った。